どうもこんにちは、ギャラクシーボックスの加藤です。ということで今日も張り切ってお話をしてまいります。ということで今日のトークテーマはこちら、人の欠点を見つけて得することというお話をしようかなというふうに思います。人の欠点ってね、見つけやすいんですよ自分の欠点ってなかなか気づきにくいんだけども、相手の欠点というものは人はねめちゃくちゃ見つけるの得意なんですよ。そこで得れるものっていうお話をしようかなというふうに思います。以前こんなツイートをさせていただきました。人は自分の欠点にはなかなか気づかないけど、他人の欠点はすぐに見つけることができる。人のせいにすることはものすごく簡単で、自分を変えなくていいから楽だけど、それだと状況は良くならない。自分の思い通りに行きたいのなら、人のせいにしないで自分で決めて過ごそう。その方が今日も充実できる。というツイートをさせてもらって、これまたかなり反響いただけて、でもこれをね共感いただける方が多いんかなというふうに思いました。もう一度言います。人の欠点はすぐに見つかります。もう部下の欠点とかすぐ言うんでしょ逆もあるか、上司の欠点、あいつあんなのかんで嫌いやわ嫌いやわ言って言うのもすぐ思い浮かぶんだけど、自分の欠点は見つからないんですね。じゃあ他人の欠点を見つけてじゃあ得するもの、これをもう答え冒頭にしますと、答えはございません人の欠点を見つけて得することなんて一個もないと思います。まあもちろんそれをね訂正してあげて正してあげて助言をして、まあ、優秀な部下に育つとかそういった意味では得することってあります。うん、損だけではないけども、浅はかな人の欠点を探すぐらいの話であるとまあまあないです。人のせいにするとかね、人の欠点、これは結果何も生まないなっていうことがね、僕の会社で実はありました。ちょっと事例というか、まあ、過去のね昔話をお話しすると、3年以上前かな、この会社事業ができて会社ができてんときは結構ね、まあまあその組織も良くなかったなって今思うとねすごくあるんですよね。組織もそうです、僕もそうですし、幹部層とかね、その辺とかもなんかこうポジティブな会議っていうのがまあなかったなと。まあ例えばその会社の数字とかサービスとかそういう話は結構あるんですけども、人のこと、人事のことになると結構人の欠点、部下の欠点とか他部署の欠点、あそこはああなのにこうなのにっていう会話が多かったなっていう風に改めて振り返ると思っています。これすごく良くない話です。それを本当に先ほど言いました、訂正してあげて、じゃあこうしてこうしてこうすればもう少しスキル上がるよ、成長するよというお話まで持っていけるのであれば別なんですけども、まあなんだ人が悪い、あいつが悪い、この商品が悪い、この会社が悪い、社長が悪い終わっとんな思って、いやこれはほんまにねよくある話なんですよ。もう誰々が悪い、何が悪い、社長が悪い、上司が悪い、部下が悪い、もうこれをやり続けた結果得るものは一個もないです。もうそこまで思っていや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 なるんだったら、もう自分で例えば、まあ、独立するもそうだし、フリーランスなのもそうですし、まあ、個人事業でするとか、もうその縛られない組織に属さないような仕事っていうのも全然今できるんで、どちらかというともう自分のね、ことを棚に上げて人のことを言って、会社のことを言って今ある環境に満足できひん、ありがとうとも思われへんにやったら、もうそこ一歩飛び出すことによって、まあ、その人は変われるんじゃないかなとも思ったりもしています。だから当時僕3年ぐらい前4年ぐらい前の会社っていうのはもう戻りたくもないし、もうほんま情けなかったし、逆にその時いてくれた方に申し訳なかったなというふうに思ったりもするぐらいで、本当に得るものはないです。まあ自分に矢印向けてというか、まあ、人のことを言う前に自分のことを見直して自分がどう生きたいかって決めていくっていう方がもっともっと充実するんじゃないかなというお話を今日はさせていただきました。ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。人の欠点上げ足とっても何にも起こりません。以上ということでギャラクシーボックスのでした。また。